どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの漆黒の美しさ G ラブのブラックビューティーモデルウクレレと、はい、シンプル簡単バージョンでは初めてウクレレソプラノサイズを使ってこのウクレレとしてレッスン動画を公開していきたいと思います。こっちの初めてウクレレは Amazon でただいま即購入ができる状態になってますんで、こんな感じでですね、Amazon で調べてみてください。さあ今日もレッスン始めていきますよ。今日はですね、家族とキッズと思いっきり歌えちゃう曲、この曲です。ドン、かわいいかくれんぼ。これね、歌聞いたらすぐわかります。ひよこがねってやつです。お庭でぴょっこぴょっこかくれんぼ、童謡でございます。皆さん童謡、これ童謡はですね、やっぱりねキッズと仲良くなるにはもうほんともうね最高の手段でございます。そしてやっぱりでもキッズたちって言うたら僕たちのね、この、遊びの師匠ですから、その師匠と仲良くなることでね、自分たちも仲良くなれる。あと親子のコミュニケーションとかもこれたま、もうほんと最高ですよ。はい。で、なんとですね、今回、いつものように2バージョンやるんですよね。最初はシンプル簡単版、後半はかっこいいバージョンなんですけど、このシンプル簡単バージョンはガズレレオリジナルの入門コード4つだけで弾けるように、アレンジしてますんで、これはね、ウクレレ初心者もというよりは、この曲でウクレレ始めるのも最適ぐらいの簡単加減にしておりますので、ぜひトライしてみてください。今も言いましたけど、いつものように2バージョンいきます。最初のバージョンは入門コード4つでできる超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はですね、ちょっとリズムが加わって、コードも1個だけ足されて、さらにこうね、いい雰囲気に仕上がってるかっこいいバージョンになってますんで、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。でも音楽って難しそうだな。私にできるかな。私音楽ね、やったことあるんだけど、もう無理でした。みたいな方、そんなあなたもあっという間に今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルのやり方だったらほんとびっくりするぐらい世界一簡単なウクレレ教室になってますね。すぐできます。もうちょっとしたらですね、この辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先にジャンプしてもらって上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当に誰でもあっという間です。もうこのガズレレ YouTube チャンネル17万人以上の方がもうワイワイ音楽楽しんでおられますからね。皆さん不器用な方でも全然できます。はい、じゃあ行きますよ。このリンク、ここに行ってくださいね。こっから始まります。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにアレンジしているレッスン課題曲、もうすでに1900曲ぐらいあると思います、皆さんの好きな曲もきっとあると思うんですけど、こんな感じでですね、皆さんがやりたい曲とスペースガズレレというふうに YouTube で検索していただくとですね、かなり出てくるんじゃないかなというふうに思われますので、やっぱどうせなんだ好きな曲で練習した方がいいと思いますから、はい、やってみてください。さあそれではやっていきましょう。キッズとモリモリ盛り上がっちゃう、童謡かわいいかくれんぼ。ガズレレ流シンプル簡単バージョン入門コード4つで、ゆっくりとやってみる。1、2、3。はい。ひよこがね、お庭でぴょこぴょこかくれんぼ。どんなに上手に隠れても、黄色い愛を見えてるよ。だんだん誰が目かった。1、2、3。はい。スズメがね、お屋根でトントンかくれんぼ。どんなに上手が見えてるよ。だんだん誰が出っかった。1、2、3、4。子犬がね、野原でよちよちかくれんぼ。どんなに上手に隠れ尻尾が見えてるよ。だんだん誰が目かった。イエーイ。せーの。かわいいかくれんぼ、同様ですけれども、これは楽しい曲、なんかね、みんなちょっと
はみ出してる感じがなんともたまらなく可愛いですよね。はい、これみんなで歌ってキッズともう世代を超えてですね楽しんでいきましょう。はい、これ一応フルコーラスバージョンです。3番までやったバージョンですんで、まずゆっくりでいいんでね、今のシンプル簡単バージョンだったら入門コード4つですからすぐできると思います。これね、今ねガズレレの動画って歌詞とコードが出てるじゃないですか。どんどんウクレで練習していただいてですね、やってもらいたいんですけど、これ1個目のゴールとしては、シンプル簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できたらもうすごいと思いますよ。まあきっとすぐできます、これ簡単なんで。できるようになった方は次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して、この音楽この曲をもうどんどん歌っていくというのが最高だと思うんですけど、最初からずっと覚えるっていうのはね、この曲でも比較的覚えやすいかもしれないんですけど、最初から覚えるのはちょっと難しいじゃないですか。やっぱりそれは楽譜を見てですね、楽譜を見ながら何回も何回も練習していっていずれ覚えちゃって、今度はキッズを見ながらね、キッズと一緒になってスズメがねとかそんな感じでこう一緒に歌うのはね、楽譜を見っぱなしじゃなくて覚えちゃうのはいいと思うんですけどね、まあ、とにかく最初は楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうというふうに思った方、安心してください。今のガズの演奏はですね、見てください。はい、ガズの手書きのこのノート、はいはい、かわいいかくれんぼ、これね、入門コード4つですよ。これを見ながら今やっていたんですが、ここちょっと見るとかっこいいバージョンで、ここちょっとフレーズをね弾いてみようということで後で解説しますけど、こんな風に手書きでガズが書いたノートを見てやっていたんですね。でこれもうちょっとしたらこんな風にみんなも書いてみたらいいよとシェアしようと思うんですけども、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のかわいいかくれんぼを含むガズが今までも書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲皆さんがこの曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードさっとできるという、そうそう、もうすぐね練習に入っていきますよっていう画期的なサービスでございます。そしてね、このガズクラブは、このね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょう。はい、ものすごい充実しててね、でそこではね Facebook のね非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でねメンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとねぜひね見てみてください。さあそれでは楽譜見ていきましょう。かわいいかくれんぼ、簡単バージョンはコード4つですよと。でここはさっき言ったんですけど、かっこいいバージョンではここイントロちょっとつけます。これ後で解説していきますからね。見てください、このイラストを。1番はひよこちゃん、2番はこれすずめちゃんですよ、すずめちゃん、はい、3番は犬子犬、ちょっとこれギリギリですね。こうやって写しておくので。なんで、今のシンプル簡単バージョンはここから始まりましたね。ひよこがねえからね。コード見てください。簡単ですよ。で、一応言っとくとですね、ここ、下にくるっと囲ってあるじゃないですか。このコードはですね、後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使います。なんで、かっこいいバージョンではこの Dm というコードが一個足されるんですけど、シンプル簡単バージョンは C、Am、F、G7、この4つだけでアレンジしてます。はい、こんな風に写しておくので、一時停止をしてみて、書いて、ノートとかに書き出していってください。そして今ね、紹介させてもらったガズクラブで、このノートの楽譜をね、ダウンロードしてもらうのでもすごく有効です。ガズのノートの特徴は、見てください。言葉の上に点が書いてあるの、これ。これね、タイミングが分かるようになってですね、ひよこがね、お庭でぴょこぴょこかくれんぼ、これでリズムが変わってくるという、こういうのがね、かなり参考になります。あと歌詞カードには出てない伸ばすところとかもあるんですけど、まあそうは言ってもこの曲は歌簡単ですからね。で、みんなで歌いたいやつだから。はい、この曲に関してはまあメモっていただいてもいいけれど、まあガズクラブでこの楽譜ももちろんダウンロードできますよというご案内です。はい。
で、ここもちょっとコード変わってますね。シンプル簡単バージョンは F でやったんですけど、本来は Dm の方が響きはいいんですけど、ちょっとね、初心者さんって Dm ちょっと押さえづらいっていう方多いんで、今回あえてね、入門コード4つだけでのスペシャル簡単アレンジになってますけど、歌うとこれでも全然気持ちがいいと思いますのでね、やってみてください。で、これが1番でしょ。ひよこバージョン。はい、これスズメバージョンですけど、コード進行全く一緒ですから。これは助かるでしょ。歌詞が変わっていくやつ。1番は、だからひよこ。2番はスズメ。コードは全く一緒。3番は子犬ちゃんです。ワンワン、コード全く一緒です。はい。これはいいですね。簡単ですからね。はい。じゃあちょっとここ見ていきましょう。今も言ったように、今のシンプル簡単バージョンはこのコード4つです。CAM、F、G7。この4つはね、ウクレレでね、音楽を始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらったガズレレのレッスンプログラムでも一番最初この4つのこと出てきますからね。これが、今のシンプル簡単バージョンなんで、これはもうマジで、嬉しいやつですからね。で、今日これからやるかっこいいバージョンでは Dm というコードが追加されるんですけど、これも F っていうコードに1個足されてるだけで、これ簡単なんですよ。でもね、だからこれはね、ちょっと初心者の方も Dm を押される方はこっちのかっこいいバージョンのコード進行すぐできると思うんですけど、一応今、映ってるこの5つのコード、これはかっこいいバージョンで出てくるんですけど、これは簡単バージョンね。この5つのコードはね、ガズレレではめちゃめちゃ入門コードにしているこのグループがあるんですよ、これ。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードのグループなんです。これ一体何かというと、このちっちゃいくらいで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあるかも、あるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも全部簡単なんです。でも一遍に覚えようと思うとね、もう押さえる場所とコードの名前がごちゃごちゃになって、わけわかんなくなっちゃうんで、私が皆さんの頭にスースーボられちゃうめちゃくちゃ最高にわかりやすい動画を撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、楽しく覚えちゃってください。ガズレレ必須コード。今日はそのうちの5個が出てくるよ。はい、最初の今のは4つですけどね。これから1個加わります。ということで、やってみようと思います。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。この歌はさ、歌はもう簡単ですから。とにかくやっぱり元気いっぱいに、本当なんていうのかな、もう巻き込み型の曲ですからね。元気いっぱいノリノリで歌う。これを忘れないようにしてください。かっこいいバージョンはさっきも言ったように、Dm というコードが加わりますと。はい。これもね、慣れちゃうと、大丈夫なんです。はい。なんで、ちょっとトライしてみてください。で、今日、やっぱリズムをちょっと取り入れたいなと思って、今回はこの8ビートというリズム、シンプルなリズムなんですよ、これ。こんなリズムで C でやってみると、じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。ちょっとこのね、跳ねたリズム、シャッフルっぽい感じの方がいいかもしれない。じゃんじゃんじゃん。じゃじゃん、じゃん、じゃん、じゃん。ウキウキ気分を表現していきましょう。はい。この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきますよ。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中でですね、8ビート、動画で濃厚解説してるね、ので、もうそこでね、もうこのリズムは全員マスターしてもらいたいですね。この、やっぱね、このね、ノリが、リズムのノリが良くなると、もう、ガゼンね、エネルギッシュになりますから、曲が。はい。そのリズムを使って、この曲やってみようと思います。で、まあ、曲の解説ということなんですけど、リズムが8ビートになったっていうだけで、本当コードがちょっと変わってるということで、まあ、ほとんど変わらないですけど、1番だけ超ゆっくり解説しながらやってみようと思います。せーの、ひよこがね、ここはちょっと止まるのがいいかなと思うね。お庭でぴょっこぴょっこ、8ビートですからね。どんなに上手に隠れても、太陽が見えてるよ。だんだんだれがめかった。こういう感じですね。このドンダンドンドダンドン。ただの8ビートっていうんじゃなくて、ちょっと跳ねたリズムで、しかもアクセントが後ろにある方が、例えばお庭でぴょこぴょこ隠れんぼ。アクセントわかる。ドンダドンドダンドンダドン。こういうのってね、ノリを、表現できるんでね、このアクセントもちょっと気をつけてやってみてください。C で練習してみましょう。せーの。こういう全体にはこのリズム感が流れているのがすごくいいかなと。ワンバロックコードの2個のところはどんなに上手いところも、どんなに上手に隠れても、まあ要はこれ疾走ビートとも言われますけどね、このニュアンスもかなりいいかも。この疾走ビートもかなり参考になると思います。さっきのリズムいろいろのところに貼ってあるんで、ちょっとこれもね、アクセント後ろに来るね、独特のリズムでかっこいいんでやってみてください。で、これあとずっともう1、2、3番、ひよことすずめと子犬ちゃんで繰り返していくってことなんですけど、今回、かっこいいバージョンでは、イントロ、メロディーのイントロをつけたいと思います。見てください。はい。1弦、5、5、5、3、3、5、5、5、
これ効果絶大です。これ何書いてあるかって1弦の5フレット5フレット5フレット3フレット3フレット、これでいきますよ。ちょっとじゃあデモ演奏ね。1弦の5フレットっていうのはここよ。1弦の3フレットっていうのはここね、Cのところ。1個ずつ1弦しか弾きません。1、2、3、4、いいでしょ。1、2、3、4、横がねと入っていく。これでですね、この曲の世界のこうイントロをこうドーンとこうね、いいじゃないですか。これもう一回いくよ。せーの、5、5、5、3、3、5、5、5。やってみてください。これ簡単ですからね。一本だけ、一弦だけ弾くフレーズです。はい。こんな感じですやっていきましょう。で、この曲はまあ、皆さんもこれご存知でしょうけど、その、なんていうのかな、もう本当にみんなで楽しく歌おうよ。もう、体揺らしてね、大きな声で一つになろうっていうのがやっぱテーマにしとくといいと思いますんで、心を込めてっていうよりはもうね、元気いっぱいにね、もう一緒に歌おうよって、こういうムードになるのがいいんじゃないかなと思います。さあ、それでは行ってきましょう。かわいい隠れもガズレレレ、かっこいいバージョン、ノリノリでやってみる。1、2、3、はい。1、2、3、はい。ひよこがね、お庭でぴょこぴょこかくれんぼ。どんなに上手に隠れても、黄色い暗夜が見えてるよ。だんだん誰が目かった。1、2、3、はい。スズメがね、お屋根でちょんちょん隠れんぼ。どんなに上手に隠れても、茶色の帽子が見えてるよ。だんだん誰が目かった。1、2、3、4。子犬がね、野原でよちよち隠れんぼ。どんなに上手に隠れても可愛い尻尾が見えてるよ。だんだん誰が目かった。せーの、かくれんぼガズレレルかっこいいバージョンやってみました。いい感じです。はい、これはもうね、もうキッズと一緒にね、世代を超えてですね、一つになる、すごいとっても素敵な曲だと思いますので、ぜひチャレンジしてください。周りにお子さんがいる方にね、これ教えてあげるっていうのもぜひすごいいいことだと思いますのでね、ぜひこの横に広げるね、手伝いを皆さんしてあげてください。よろしくお願いします。このイベントに出演が決定してます。11月5日6日、東京の新宿御苑というところで行われる、これね、環境省とかね、東京都とかね、TBS とか、もうなんか東京 FM とかすごい大きい規模でやられてるエコイベント、これにガズの出演が決まってます。まずね、2つあって、5日6日両方ともこの G ラボウクレレのポップアップショップがオープンします。思想とかもいっぱい試していただいて、そこで気に入ればお買い物もできるということになってますんで、これを両日ともオープンしてます。そしてガズのステージが11月5日の13時20分から20分ぐらいの短い時間ですけど、全身全霊で、パフォーマンスします。ぜひ皆さん見に来てください。公演の入場料500円はかかるんですけど、イベント参加は無料になっております。そして一個決まりがあって、公演内ね、楽器演奏禁止ということになってるんですよ。でもガズレレ G ラボの、ブース内だけでは思想は OK になっておりますので、もりもり楽しべきしちゃってください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で、
売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページに、ね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところだったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。